東京ビッグサイトで開催中の日経メッセジャパンショップ展に取材に行きました。そして今ですね、これは非常にお高いロボットのですね、バトルキングという工場型のロボット、バトルキングというものですね。でもって、これでもって、ここにある、まあ、なんていうんですかね、これは実際にあちらに対戦しますと、はい、あそこに当てて、これを対戦するんですね、はい、レーザーが出てくる、これをご紹介したいと思います。これは、中国のメーカーによって作られたものですが、こういうの登場してお互いに対戦してですね、これ打ち合って持って、お互いにそこからですね、この感じのような感じで打ち合っていろいろ対戦するというゲームです。